動画を開いていただき本当にありがとうございます。今回のテーマと場所は鶴ヶ峰の片平川と親水緑道は市民との川づくりの成果です。それでは今回見ていく場所を空から確認してみましょう。東京駅から南西に約 30km、 横浜市の旭区から横浜へ流れる片平川、その旭区の区役所のある相鉄線の鶴ヶ峰を中心とするエリア、今回はこのルートで見ていきます。それでは鶴ヶ峰駅から。相鉄線の鶴ヶ峰駅の北口から始めましょう。ここは横浜市旭区ですよね。まずは片平川親水緑道を目指します。ここですか。駅から200メートルくらいでした。この階段の下ですね。池でしょうか。東屋もあります。さっきまでの駅前が嘘のようです。蛇行していた片平川を直線化した改修工事でできた古い水路を緑道にしたものです。雑木林という感じでしょうか。小川の小道がいいですね。竹林も雰囲気があります。親子が安心して近づける水辺ですね。平成20年度に都市景観大賞に選ばれてるんです。確かに地元の方は自慢の場所でしょうね。吊り橋もありますよ。面白いですね。少し見通しのいい道になりました。緑道の終わりみたいです。短いですけど自然豊かな道でした。周りはすぐ住宅地だったんですね。その先は片平川です。片平川はこの旭区から横浜駅東口まで。横浜駅までですか。横浜市を西から東に流れる約 17km の川になります。この橋は島越橋。川の清掃などをしている片平川はふるさとの川の会によると、この橋のあたりまで鮎が来たそうです。こんなコンクリートの川にですか。片平川の流域も都市化による浸水被害がありました。そこで抜本的な治水対策としてこの分水路を作りました。向こうの水門ですね。前の柱は列柱塔のようで変わってます。今は向こうへは流れてないようですね。分水路は 7.5km、 平成9年に完成しました。7キロか、かなり長いですね。それと片平川は3年かけて地域の人たちとワークショップを行ってきたんです。3年も検討したって何用ですか。川をどうするかですけど、魚の生息環境改善などですね。その結果、川の中に変化をもたらす石積みなどの工夫をしたそうです。市民協同の多自然川づくりって言います。だから鮎が来ることもできるようになったということですね。ここが中堀川の合流地点です。鮎が来たっていう島越橋を過ぎると向かい側に片平川親水緑道の入り口が見えますね。ここは洋菓下橋。その先の橋、斜めになってませんか。なってますね。ここは中根橋。短い間隔で橋がかかってますね。これは生活している人は便利ですね。まだ橋は続いてます。それぞれの橋の高低差がありますよね。ここは白根橋。橋と周辺の土地に高低差があるんですね。鶴舞橋、水道橋。上の橋は自動車専用ではないんですね。公園の中に神社でしょうか。鶴ヶ峰稲荷神社です。
鶴ヶ峰橋です。この先は壁になってますよ。ツタとかありますが、壁ではなくトンネルの出口です。それでは反対側に行ってみましょう。片平川の流域は昭和33年の神奈川台風で大きな被害を受けた。そこでこの部分をショートカットして流れるようにトンネルを作りました。小水路って言います。聞いたことがない名前です。向こう側は二俣川。この今川橋を渡ります。この橋からはトンネルは見えませんね。このトンネルは昭和62年の完成です。さっきの場所がトンネルの出口で、こちら側が入り口ってことですね。それでは鶴ヶ峰駅へ戻りましょう。二俣川を渡ります。目の前は駅ですね。それでは最後にもう一度ルートを空から確認してみましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。